ックインなので、あと10分ぐらいをロビーで待ちます。めっちゃいい匂いがする。これも売ってるんだ、すごっ。売り物でした。向こうがフロントって感じだけど、こちらはバーになってるみたいです。プラスリーバー、これもやってるのかな。うわすごっ。こんな感じでめちゃくちゃワインがいっぱい、すごいおしゃれ。こんな感じでバーがありますね。こっちはレストラン。今日はここにお誕生日ということで泊まりたいと思います。荷物の量がえぐいのよね。フィットネスセンターでございます。24時間ご利用いただけます。はい、タオルと水のご利用でございますので、ご利用ください。ありがとうございます。ただ製造されておりますので、お部屋の鍵をかざしてお入りください。はい、ありがとうございます。氷、コインランドリーがございます。わかりました。はい、はい、階級カードリーダーに出させてお入りくださいませ、はい、失礼いたします。どうぞお入りください。ありがとうございます。お持ちしますので、お待ちください。はい、ちょっと荷物を置いちゃったんですけど、入ったらすぐ荷物置きがちゃんとあって、かけるとこ、こっち側にトイレ、こんな感じ。こんな感じでありますね。なんかシャンプーとかコンディショナーとか可愛いのが置いてある。あとはこれなんだろう。あ、アメニティもあります。で、お風呂、お風呂なんかいい感じ。思ったよりはコンパクトかな。たらーん、お部屋でございます。じゃーん、これ何。あ、ハンドジェルだ、優しい。 iPad は何かに使うのでしょう。なんだろうね。ね、テレビは、そう、ここに来たかったんですよ。このこちら角部屋ということで、ここにコーヒーマシンがある。見て、ネスプレッソっていうの。え、めっちゃ嬉しい。ニカラグア、インドネシア。ディカフェ入ってる。おしゃれ。なんか爪。バン。ここは開けます。開けるよ。わあ、え、一緒に開いた。ちょっともう一回見てほしい。見て見て。たらーん。すごい。じゃーん。
よくない？うん、はい、ということでこんな感じでお部屋がなっておりまして、ここにソファもあって窓があるんですね。ここ電気つけたいな。なんかおしゃれ。そしてここにですね、冷蔵庫があって、すごい、あ、なるほどね、これでできたんだ。はい、ということでハイアットリージェンシーのルームツアーでした。いかがでしたでしょうか。窓辺はめっちゃ良くないですか。窓がね、2面にこうどっちもついてる、ね、どっちもついてるのでめちゃめちゃ眺めが良いです。朝ね、ここのテラスのところで朝食取りたいなと思ってます。で、今まん延防止をやってるから、本当はね、お部屋がいい感じのところを取ったから、私たちはルームサービスで楽しみたいなって思ってたんですけど、ちょっとルームサービスが今やってないので、自分たちの好きなものを買ってここに持ってきてますので、ホテルのご飯っていう感じではちょっとご紹介ができないんですけど、いい景色で楽しんでいきたいと思います。ではハイアットリージェンシーがいいなと思っていただけたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。わ、ルーフトップバー、シュシュしましょうね。うわー、すごい、風、はい、風が強いよね。え、すごい、望遠鏡とかあるね。わ、わざわざありがとうございます。足湯セットだって。へえ、ヒーターもある、すごい、いいね、いいね。寒いね、はい、こんな感じでちょっとメニューを選んでいきたいんだけど、めちゃめちゃ風が強い。あったか、電気もすごいですね。ね、いいね、こういうのがあるんだね。え、ガラガラだね。これはもうフードか。とっても風が強い。月が見えてます。こんな感じで電気毛布を用意してもらってて、望遠鏡がある。ルーフトップバーで見れるらしい。スキーだね。こんな感じで本当に寒い。寒いよね、暗いよね、とっても寒いのよ。でもルーフトップバーつけるとかったから一杯だけ飲む。はい、ということでめっちゃ可愛いのが来ました。ストロベリーコラーダとタクの何これ、マティーニ。騙され